プラチナエンドは、大場つぐみ、小畑剣による漫画作品。ジャンプスクエアにて2015年12月号から2021年2月号まで連載された。大場と小畑のタッグによる作品としては、テスノート、バクマンに続く第3作となる。2020年12月時点で単行本の世界累計発行部数は450万部を突破している。 家族を事故によって亡くした家境明日は、おば一家に引き取られたが、一家全員からの生産な児童虐待によって生きる、気力をなくし、中学卒業の日に、マンションの屋上から飛び降り自殺を図る。しかし、地面に激突する寸前に、天使のなっせによって、命を救われた明日は、家族の事故が、おば夫婦に仕組まれたものだということを聞かされ、天使の翼と矢を授けられた。 天使の力を得た後、親戚による呪縛から解放され生きる気力を取り戻した明日に、ナッセは同様の力を与えられた人間は他に十二人おり、その中から神となる候補を九百九十九日の期限以内に選ぶと告げる。そんな中、一人の神候補がヒーロー、メトロポリマムに噴死大衆の前に現れる。人助けをして、 己の存在を誇示するメトルポリマンは十二人の敵を倒すイコール自分以外の神候補を皆殺しにして自分が神になることを宣言し、天使の力を使って神候補の殺害や犯罪者の粛清をしていく。危険な思想を持つ彼に警戒心を抱きながらも日常生活を送ろうとするアスだったが、同じく神候補になっていた同級生、花籠崎に赤の矢を刺されてしまう。 幸いにも彼女に好意を抱いていたために対立には至らず、翼を持たない彼女を守るべく協力関係を結ぶ、明日だったが、後日メトロポリマンにおびき出された3人の神候補が殺害される場面に出くわす。さらに警戒心を強める2人だったが、同じ思想を持つ神候補、六街道7ととも協力関係を結び、メトロポリマンに立ち向かうことを決める。 他の神候補をさらに減らそうとするメトロポリマン、ことせい流層は、犯罪者を利用したおとり作戦やテロまがいの破壊工作を観光するようになり、六海道の協力で装備を整えた明日は、本格的に彼と相対することになる。この遭遇により敵図を負った層は明日たちを本気で排除することを決断、自分に浸水する神候補の一人、 そこたにを使って六階堂の家族を拉致し明日たちをおびき出す。僧が翼を分け与えた部下たち、新たに翼を得た先と赤の矢で寝返った市を交えた戦いの末、一は明日を守って散り、僧は六階堂に射殺され、その六階堂も病に侵された体が限界を迎え、三人の神候補が脱落する。恋の孔はテレビアニメ版の声優。 2021年10月から2022年3月にかけて TBS アニメリコアほ他にて放送中。全24話で作品の完結までが描かれる。TB アニメプラチナエンド解説動画教えて。天使図が各話放送後に YouTube で公開される。また10月4日天使の日にちなみ放送開始前の2021年10月4日に 第令和が公開された。以下の出典は、集営者の本来のページ、書士情報の発売日の出典としている。ありがとうございます。